はい、皆さんどうもこんにちは、小春です。前回すごく高い塔の上からね落っこちてしまったところから、今日は修行をね励んでいきたいと思います。はい、リスポーンしました。高いところから落ちたって書いてるおーすごい。今ね、これリスポーンしてから、5分以内にね戻って、あのアイテムをね回収しないとアイテムがね消えちゃうんですよ。5分ね、あの実時計で5分ですよ。マイクラ内の5分じゃなくてね。なんでちょっと大急ぎで取りに行け、おーほらほらほら、あーまだ上にもある、なんてこったい。ちょっとこれはしごを引こう。はしごね大量にいりますね、きっとね。松明を引こうとして落っこちた。まあいつか落ちそうな気配でしたか。そんなことないですよね、めっちゃ順調やったのに。ちょっとはしごどのぐらいいるかな、何階建てなんやろあれ。とりあえず1スタックあれば余裕でしょうね。1スタック作りました今。じゃあはしごね引いていきます。おー順調順調。これ1回やりそびれるとまた次ね再開が大変なんですよ。よし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 、いいねよっ。あぶぶ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 、どうやってあ、どうやって、あー怖い怖い。ようこんなところであんなのんきにおしゃべりしながらやってたな。あー怖っ。もう心臓がバクバクしてる。65個あって今11個やから、優に50回ぐらいは建てたってことですね。すごい高いね。ほんで何、あれか、松明つけてる最中に落ちたわけではないのか。あれついてる、あついてる、何して落ちた、何して落ちたんやろ、ちょっと覚えてない。あまりにもびっくりしすぎてちょっと覚えてないですね。なんかしてて落ちたんやね。あー怖かった。こっちどっち、こっち、あーびっくりした。まあね、不良の事故ですね。マイクラあるあるですね、こういうことよくあります。あのモンスターの責任でも何でもなく単純に自分のねミスっていう。高いところ怖い、さっきあんなに気持ちよかったのに。怖い怖い。あーなんかちょっとあっちの、あっちにも氷河バイオームがあるねえ。へえ、こっち側だけやと思ってた。雪が降ってる、雪山が、えらいもん見つけてしまった。いやいや、あのね見えるかな、ここ村見つけたとこあるでしょ。ちょっと今夜じゃなくて光がないんで見えにくいかもしれませんけど、この前に今自分が見てるとこがズドーンと前にあるこの山ね、この手前に村があるんですけど、この山の向こうの山のね、山にね襲撃者の塔がありますね。そうやね、村があるってことはさ、そういうことか、そういうことですね。確かにそうだ、うっかりしてた。そんなのがあるんだ。いやいやな、私ねよく整地をしてる時にね、あの襲撃者になんか襲われることが多々あったんですね、プレステの方でね。今こっち側では今のところまだ一回もね出会ってませんけど、あー倉庫の塔から出張してきてなんかやってこられそうやな。いやー怖いな。そうかそうか、あんなとこにあんのか。
か、まあまあまあまだ遠い方かな、村の近さから考えたら遠い方かもしれませんね。で、私これどこまで高くするんや、もういいか、来ないんで。わー、襲撃者の塔あそこか。あの人たち山越えへんと襲撃できひんや、へへんって感じやね。そうかそうか、へー面白い。高いとこから見晴らすと楽しいですね。わあ、村近く、なんかこう高くすればするほど村が近く感じる。実際はね、あんな近くないんですけどね、テク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 行くと。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ高くしてもいいですか。あ、そうだそうだ、松明をやる、忘れてた、だいぶ長いこと忘れてたな。よ、あ、そしたらここで1、2、3、ここで一旦ちょっと広い土地を作りましょう、土地っていうか地面を作りましょうかね、ね、ね、それがいいね。ここちょっと広げましょう。んで、なんていうのかな、柵かなんかしてこう周りを見晴らしてる時に穴に不慮の事故で落ちたりしないように、今不慮の事故に気をつけながらちょっと周りを広げましょう。よっ、あー怖い、なんて怖い。よいしょ、よ、あーちょっと待って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 、板がない、板が、ちぬは、よいしょ、おお、前と後ろ逆、前と後ろ逆、よっ、よいしょ、わあ楽しみ、村が見つかったか、嬉しいな、村人さん呼びたかったからね、嬉しいですね。それよりも何よりも豚さんのね、人参がある可能性がぐんと上がったのが嬉しい。これで豚さんを部屋にご招待できるっていうか、もう豚さんと同居する、同棲する。わあ、いろいろやることが山積みになってきた。まあまずは第一関門やったね、屋根ができたんで言うことナッシングですね。これあれかな、下影になる、まあなっても大丈夫か、下ハーフブロックやしね、大丈夫大丈夫よ。あと一周ずつぐらいつけたい。いやー手が痛くなってきた。いやー、いいよ、ほら村すっごい近く感じません、これひょいっといけそう。これね、あの空飛べる道具があるって言ってたでしょ、そのエリトラって言うんですけどね、エリトラを身につけたらね、一瞬ですよ、あの村ピョイッといける。エリトラ欲しいね、エリトラ欲しいけど、エリトラははっきり言ってめちゃくちゃ先の方ですよ。あのエンドっていうね、エンドっていう世界に、あのエンダーマンっているでしょ、手足が長い、なんかいつもなんか物運んでるあのエンダーマンの故郷こそがエンドっていうんですけどね、そのエンダーマンの故郷に行かないとないんですよね、あのエリトラは。だからエンダーマンの故郷に行けるようになってからですね、まだまだ先です。柵もうちょっといるな、こんなぐらい、55個も作っちゃった。雷鳴ってる、怖い、もう早く下降りたい。あとあれやね、はしごももうちょっと作っとこうか。よっ、ハサミ間違って作っちゃった。まあいいか、ハサミはまだ1個も作ってないから。いや怖い怖い怖い怖
このなんかようわからんものを勝手に作ってしまうシステム怖い。ハサミ作ってしまった。はい。ね、よいしょ。でこれをトン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 。飛来神っていうやつここに置きたいね。あーかんか燃える？こんな木の板のとこに作ったら。あれどこに建てるんやろ。ねどこに建てたら、あいいこと考えた。あの洞窟のど真ん中に置くとかどうです。そしたらモンスターやられてくれるかも。そもそもどうやって どういう原理で置くものかよく分かってないけど、ちょっと調べてみよう。平井氏ね、洞窟の真ん中に置いたらモンスターをやっつけてくれて一石二鳥ですよとかってあるかもしれん。わーい、できました。ほーら、こんなに高いのはできた。ちょっと高いってわかります？これあこうやったらわかるか、こうやったらわかる。はい、こんなに高いのできました。イエーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も頑張ります。またねー。